あの時コラボ断ってすいませんでした。コラボしてください。え、あの時俺らに言ったよね。お前らみたいな底辺と誰がコラボするねんってね。すいませんでした。まさかあなたたちの方がバズると思ってなくて。じゃあコラボしてあげまー。ぼっちの冒険シャボツ鍋 YouTube 一本目撮影するか。くぅ、緊張する。これが俺らが福岡の東海オンエアになる第一歩だぜ。じゃあまずは8000円しようから行くぞ。マス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 、いく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 、マスいくマスいく、よっしゃ行くぞ。びゃー、ぼっちの冒険。おもつ鍋、昨日の動画どうやった？おう、なんと、お、一本目にして、お、滑った。再生数7回。マジか。のうち2回が俺、4回がママ。ママ。実質1回か。福岡の東海オンエアの道はまだまだ遠いな。喋るな。まあコラボとかできたら入っちゃうけどね。一回街でコラボしてくれる人誰かおらんか探してくるわ。冒険。今から学校やけど。おい、持つ。おー、じゃなくて。もう、明日に来てねえさん。え、なんで知ったの？いや、俺さ、福岡県でアップロードされた動画は、全部見てるんだよ。すごすぎやろ。絶対嘘やろ。あと、新聞も7歳で全部読み終わった。嘘すぎやろ。新聞に読み終わるとかないけど。いや、実は俺は YouTube やっててさ。ああ、そうなの。登録者10万人もいるんだよね。マジっすか？はあ、陽キャだからエンタメの才能はあったっぽいわ。あと、俺の戦略かな。え、登録者10万人の YouTuber クラスに持ってるか。ガチョ、コラボしてくれ。はあ？登録者2人のお前らと、ちょ、俺、先ちょけ、先ちょけ、俺、俺、先ちょけ。おゆ、はぁ、なるほど、あ、なるほど。よっしゃ、コラボしちゃるべ。いやー、ちょ、マジで。ごめん、ほんと、今からさ、これ、何が起こるやろ。えっ、ー、と、マジ、めっちゃ楽しみやけど。やった。なんやろ、うわー、楽しみ。頑張れー。よし、なんやろ。いや、なんやろ。ぼっちの冒険。あー、くそ、誰も見つからんかった。コラボ、ふぅ、ごめん、そういう趣味があったさ。あ、え、ああ、ゆうき、何してんの、ここで。こっちはセリフです。いや、何してんの、その、目隠し、イヤホン、爆音、ブス、メガネ、インキャ、ブスみたいな格好して。言い過ぎやろ。いや、ゆうたちがなんかコラボしてくれるって言うけん。いやいや、ゆうたち、おらんよ。え、今何時？いや、もう、放課後よ。せ、じゃあ俺、一日中この、変態な格好で過ごしてた、ってこと？ふぅ、楽しい。もちろん、ちょっと、うるさい。やったー。喋るわ。うー、喋る、もつ。なんだ、もう、喋る、うるさい。明日学校。お女子に絶対嫌われたの、そんな。大丈夫って。もう嫌われるよ、別にこれ以上。言い過ぎやろ。は？もう、あそゆき TV のお二人さんじゃないですか。底辺が邪魔なんだよ。どけよ。いや、お前ら、コラボしてくれるやねんか。いや、嘘に決まっとうや。10万人の YouTuber がコラボすると思ってた。でも約束してよ。教えちゃうわ。人ってそんなに綺麗じゃあ俺ラッキーで騙されればいい。教えないかい。お前それ、俺が彼女に浮気された時言ったお前ガチセリフやないかい。こちらこちら。お前らみたいな程度誰がコラボするねん。マジお前らどうかもないっちゃ。だからマジ編集も楽そうやきさ。どけりゃ勇気マジおもんねん。いいかよきゃ。俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようと、唾を吹きかけられようと、仲間をバカにされようと、大抵のことは大体笑って見過ごしてやる。だからどんな理由があろうと、俺は、俺をバカにするやつは、俺を傷つけるやつは絶対に許さない。シャンクス、いや、それプライド高いやつだ。クソ、お前な、もっと大人になれよ。いや、彼女のこともそうやけどさ、いちいち綺麗になって黙って黙想してくれ。どんな感情でどうやって傷ついたかって、お前本人しか分からないのか。お前外野が感情に口出すんだ。クソ、俺らことバカにしやがって。バカにしてるわけじゃねえって。ただからかっただけやん。すぐカットなんて被害者ぶってやめた方がいいよ。ああ、そうやな。うう、すぐ被害者ぶって。そうね、俺、うわっ、うわっ、くせ、ちょっとちょっと、ごめんごめん、待って待って、うわっ、被害者ぶるのやめた方がいい。被害者だろ。おい、どっからどう見よう、被害者だろお前。ほんなあ、やっべ、俺や事務所との MTG があるから行かないと。ミーティングオペレーションストリックスがあるけんな。いやー、スケジュールケツこっちむっちんだわ。じゃあ、くそ、悔しい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 、だがこれでいい。そうだ、絶対にあいつらが触れてやろうぜ。しゃ、行くぞー。しゃ、行くぞー。再生数5回です。物語の展開的にこれもうちょっと成長しとくべきだったじゃないですか。あの、ママがおばこ焼き見るのやめるっち。おい、減るもん。
その再生数一桁の段階でそのファン減るとかあるんよ。よしまだ諦めんぞ。マシュマロのゲームの動画撮るぞ。マシュマロ何個詰めて喋れるかね。あのチャピバニーゲームね。おいおい、マスギ TV さん言え。あんだけ抜かすって言って再生数5回ダサすぎ。デーンが朝食って出てうん、うん、うん、アドバイスしてる。え、アドバイスすると YouTube だけ伸びるわけねえだろ。他のプラットフォームを活用しよう。ちょっとアドバイスするよ。 TikTok とかでまずは YouTube に流入させることは大事だ。じゃあじゃあなぜ俺らミーティングビートスパゲッティカチカチやから。あ、専門用語わかんねえか、てへんには。じゃあならしいぞ、ゆうき。 TikTok かしたらいいじゃん。 TikTok とかあんなもん女がしちゃし踊っとるだけやろ、あんなもん。じゃあ俺らも体の動画出して踊れへんか。ダンスっていうのがまず間違い、うん、全然戦略的に正しくない。いやお前バカだなお前は。俺は TikTok のフォロワー20万人おるけんね。20万か、10分の1やん。絶望した。いやたった2万人か。いやいや、もっとね頑張ってから話しかけろよ。いや俺ら TikTok200 万人いったっちゃけどな。もつおはよう。ああそういやあれ申請した。あ、金のせい。YouTube も100万人いったもんな俺ら。もうすぐ届くぞ。届くらしい。じゃああれもいらんくね。あ、銀の盾や。あんなん雑魚のアイテムや、捨てようぜ。これどこ捨てよっか。おい陰キャ、俺の銀の盾やないか。おお、小津としお前ら陰キャすぎて有名になれんけん嫉妬して盗んだっちゃう。捨てよっかな。捨てる。いや人のもの盗んで捨てるとか最低やな。いやもう金があるけ捨てていいかな。金で解決しようとすんねん。銀の盾は大事なもんなんだぞ。いや俺は大事じゃないし。まあしょうがない、銀の盾欲しいか。いやもう欲しいっていうか。じゃあやれよ。あ、マジ俺やるよ俺。あげるわけねえやろ、死ね。俺の家泥棒するとか身の程わきまえる。いけや、おい、2回目はもうないからな。ただいまって、銀の盾あるじゃん。ってことはこの銀の盾ってどっちの冒険。あ、まあ赤選手、昨日ゴミ処理してくれてありがとう。銀の盾がゴミ、あれもしかして俺じゃん。あ、俺ら赤選手、赤選手底辺だ、底辺だ。俺たちの方が底辺だ。そうだ、今日急上昇のラーメンってな、1位から20位まで全部マスイク TV やった。日本終わるぞ。あの時コラボ断ってすいませんでした。コラボしてください。え、あの時俺らに言ったよね。お前らみたいな底辺と誰がコラボするねんってね。すいませんでした。まさかあなたたちの方がバズると思ったみたい。じゃあコラボしてあげまー。もったいぶんね、するわけないのに。ああ、福井だけの血が騒いでもうた。してくれるんですか。ありがとうございます。僕らは断ったの。人はそんなに綺麗な生き物じゃないんだ。あ、そういうことか。一回 OK してドタキャンするんですね。でも俺は人間じゃないから神だから。神だから裏切ったやつと同じにはならない。裏切ったやつを恨みもしない。ぜひ返してみせる。神だー。まあいくらさんがそうならビャーってことだね。じゃあ早速お願いします。概要欄からお願いします。お待ちしております。ではまた。ぼっちの冒険ミンヤツだろうが。